それではただいまから須賀川市記者会見を始めさせていただきます。1番、令和5年6月須賀川市議会定例会転出案件について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、改めましておはようございます。それでは令和5年6月1日に召集されます令和5年6月市議会定例会の単行議案12件、予算議案1件、報告10件の計23件についてご説明をさせていただきます。はじめに議案第41号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてであります。本市の農業委員会委員が本年7月19日をもって任期満了となりますので、その後任を任命するにあたり議会の同意を求めるものであります。今回任命いたします19名の委員はいずれも農業に関する知識を有し、その職務に適任と存じ提案するものであります。次に議案第42号固定資産評価審査委員会委員 の選任につき同意を求めることについてであります。本案は固定資産評価審査委員会委員のうち益子理恵子さんが本年6月18日をもって任期満了となりますので、後任として新たに臼井敏子さんを選任することについて議会の同意を求めるものであります。臼井敏子さんの主な経歴でありますが、平成18年10月に二宮工業株式会社に入社され現在に至っております。その間平成29年6月から須賀川市消防団女性班の一員として活躍をされ、平成31年4月からは女性班の班長を務められております。社会的信望も厚く、本市固定資産評価審査委員会の委員として、適任と存じ提案するものであります。次に議案第43号専決処分の承認を求めることについてであります。専決処分いたしました案件は専決第2号の和解について、専決第3号から5号までの条例改正、専決第6号および7号の補正予算についてであります。いずれも地方自治法の規定に基づき専決処分いたしましたので、本議会に報告し承認を求めるものであります。このうち専決第2号損害賠償の額の決定および和解についてでありますが、昨年12月2日市内事業所の業務用トラックが市道を走行中、消火栓の蓋が跳ね上がり、当該車両の下部を損傷させた物損事故について損害賠償の額を決定し和解したものであります。次に専決第3号須賀川市税条例の一部を改正する条例であります。本案は地方税法等の一部改正に伴う改正であり、その主な内容についてご説明いたします。一つには長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税額の減額措置を創設すること、二つには軽自動車税の種別割のグリーン化特例について特例の適用期限を3年間延長することであります。次に専決第4号須賀川市都市計画税条例の一部を改正する条例であります。本案は地方税法等の一部改正に伴う改正であり、その主な内容は付則における項ずれの改正であります。次に専決第5号須賀川市税特別措置条例の一部を改正する条例であります。本案は総務省令の一部改正に伴う改正であり、その主な内容は基本計画の同意日及び基本計画で定める促進区域への対象施設の設置期限を2年延長するものであります。次に専決第6号令和4年度須賀川市一般会計補正予算
第11号の概要についてであります。一般会計の補正額は1587万2000円の追加であり、補正後の予算額は364億2460万5000円となります。今回の補正予算の内容は、地方剰余税や特別交付税など収入金額が確定したため、これら財源をもとに公共施設と整備基金積立金を3月31日付で専決処分したものであります。次に専決第7号令和5年度須賀川市一般会計補正予算第1号の概要についてであります。一般会計の補正額は6億1034万2000円の追加で、補正後の予算額は346億1034万2000円となります。今回の補正は令和5年3月28日に国において令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費の使用が決定したことに基づき、エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援に要する経費であり、4月24日付で専決処分したものであります。専決処分した補正予算の概要は資料に記載の通りであります。次に議案第44号福島県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。本案は福島県市町村総合事務組合の構成団体であります田村広域行政組合が本年3月31日に解散したことなどに伴う組合の規約変更について異議がない旨を回答するにあたり、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に議案第45号財産の取得についてであります。本案は消防ポンプ自動車を取得するにあたり、地方自治法などの規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に議案第46号和解についてであります。本案は東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う平成24年度および25年度に発生した損害のうち、当該事故対応により増加した職員人件費等に対する賠償について和解するにあたり、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に議案第47号調停の申し立てについてであります。本案は原子力損害賠償紛争解決センターに対して、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる損害賠償の調停を申し立てるにあたり、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に議案第48号須賀川市税条例の一部を改正する条例であります。本案は地方税法等の一部改正に伴う改正であり、その主な内容についてご説明いたします。一つには特定小型原動機付き自転車にかかる軽自動車税種別割の税額を定めること、二つには自動車メーカーの不正行為に関する再発防止策を強化することであります。次に議案第49号巡洋河川笹平川環境新設工事その後の請負契約締結についてであります。本案は制限付き一般競争入札により株式会社渡辺建設が3億7122万8000円で落札したので請負契約の締結にあたり、地方自治法などの規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に議案第50号県中都市計画事業山寺土地区画整理事業施行規定を廃止する条例であります。
本案は令和4年度をもって事業が完了し、初期の目的が達成されましたことから、規定を廃止するものであります。次に議案第51号、須賀川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。本案は地方税法施行令の一部改正等に伴う改正であり、その主な内容についてご説明いたします。一つには国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を20万円から22万円に引き上げること、二つには国民健康保険税の軽減措置について軽減の対象となる世帯の軽減判定所得基準額において被保険者の数に乗ずべき金額を改定するものであります。次に議案第52号、平成23年東日本大震災による被災者に対する市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免等に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等からの避難世帯について、平成23年度から国民健康保険税の減免を実施してきたところでありますが、国の財政支援が延長されたため本年度分の国民健康保険税を減免するとともに所要の改正を行うものであります。次に議案第53号、6月補正予算の概要についてであります。一般会計の補正額は3億2624万2000円の追加で、補正後の予算額は349億3658万4000円となります。続きまして今回の補正予算の主な内容についてご説明いたします。まず新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業についてであります。令和5年春開始の接種対象者は初回接種を完了した65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方及び医療従事者等の方で、前回の接種から3ヶ月以上経過していれば接種が可能となります。また集団接種は今月31日から円谷幸吉メモリアルアリーナ1階会議室で開始をいたします。接種を希望される方はインターネット予約サイトまたはコールセンターで予約していただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。なお令和5年秋開始の接種対象者につきましては、5歳以上の初回接種を完了した方が対象となる予定ですが、詳細は未定でありますので、国からの通知等があり次第お知らせをいたします。次に報告第6号から第9号令和4年度決算についてであります。これらは公益財団法人であります福島科学振興協会、須賀川市スポーツ振興協会、須賀川市農業公社および郡山地方土地開発公社の令和4年度決算について、それぞれの理事会や評議員会において議決または承認となりましたので、その内容について地方自治法の規定に基づき本議会に報告するものであります。次に報告第10号、令和4年度須賀川市一般会計予算継続費の定時繰越から報告第15号、令和4年度須賀川市下水道事業会計予算の自己繰越までの報告6件につきましては、それぞれ令和5年度の繰越額が確定しましたので、地方自治法などの規定に基づき本議会に報告するものであります。以上であります。それでは質問に移ります。1番、
令和5年6月須賀川市議会定例会提出案件につきまして、ご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして、2番、令和5年4月10日25日に発生した逃走害による農作物の被害について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に、令和5年4月10日および25日に発生しました逃走害による農作物への被害についてであります。今年は果樹の開花が早く、注意報を発令時には防災行政無線等で注意喚起を行い、市としても警戒した一方で、生産者の皆さんにおいても可能な限り対策を講じていたところであります。しかしながら被害発生当時、果樹においては逃走害に弱い時期である開花期から陽花期にあたり、被害調査の結果、雌しべや胚が損傷を受けるなどの被害が確認されました。その被害面積は梨で25ヘクタール、リンゴで29ヘクタール、桃が2ヘクタール、柿1ヘクタールの合計57ヘクタールで、被害額は1億4324万9000円であり、市ではここ10年間で2番目の被害額となり、県内では最大の被害状況となりました。このため今後は須賀川農業普及所や JA などの関係団体と連携して、技術的指導をはじめとした収量確保対策を講じるとともに、各種補助制度等の情報提供に努めるなど、引き続き生産者が意欲を失わず持続可能な営農活動に取り組めるよう最大限の支援を行ってまいります。以上です。それでは質問に移ります。2番、令和5年4月10日25日に発生した逃走害による農作物の被害につきまして、ご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして、3番、シティプロモーション事業について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に、須賀川の人と仕事、夢を叶えるノートの発行についてであります。今回シティプロモーション事業として若い世代をメインターゲットに、須賀川市で働き暮らす魅力を紹介する冊子を作成いたしました。作成にあたっては、市内の令和4年度時点で中学 1,2 年生延べ26人がウルトラお仕事調査隊として取材をし、まとめたものであります。本冊子は市内のさまざまな仕事を知ることにより、地域への愛着を持ちながら住み続けることや、進学のため市を離れても将来的な U ターンにつなげることを目的といたしております。この夢を叶えるノートは、今年度に入ってから市内小学5、6年生、中学校、義務教育学校、高校へ配布しており、今後キャリア教育や幅広い総合学習のプログラムで活用していただき、シビックプライド醸成につなげていきたいと考えております。なお、夢を叶えるノートは市ウェブサイトに掲載しておりますので、ぜひご覧をいただき、お知り合いの方にも地域を支える仕事の素晴らしさをお伝えいただければ幸いであります。以上です。それでは質問に移ります。3番、シティプロモーション事業についてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは続きまして、4番須賀川市カーボンニュートラル宣言について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、次に須賀川市カーボンニュートラル宣言についてであります。はじめに地球温暖化は人類の生存基盤に関わる深刻な環境問題の一つであり、その原因とされる温室効果ガスの排出量を抑制することは世界共通の課題となっております。世界や国の動向については資料に記載をしております。次に地球温暖化対策に関係する本市の計画についてでありますが、本市の最上位計画であります総合計画と環境面から連携を図るとともに SDGs の達成に向けた国際的潮流に的確に対応するため、昨年3月に第3次須賀川市環境基本計画の中間改定を行っております。またこの中間改定に合わせまして、本市のほか市民や事業者などすべての主体が地球温暖化に対する危機意識を持ち、温室効果ガスの排出削減に向けた対策を総合的計画的に推進することを目的としました須賀川市地球温暖化対策実行計画を策定をいたしました。さらに市の事務事業に関する第3期須賀川エコ実行プランを策定し、市庁舎の空調機の効率的運用などの取り組みを推進しているところであります。次に現在本市が実施しております主な事業でありますが、まず再生可能エネルギー等利用促進事業については平成21年度から取り組んでおり、特に太陽光発電システムは現在までに累計で8842キロワット分の設置が実現しております。また SDGs の理念を推進する ESD 環境教育推進事業については今年度も市内17の小中学校で再生可能エネルギー施設の見学や水生生物の調査などの出前講座を実施予定であります。さらに6月3日土曜日にはテッテを会場としまして環境推進セミナーを開催する予定であり、詳細については資料を配布させていただいております。これらの取り組みを通して引き続き市民の環境問題への関心を高め、循環型社会の実現を目指してまいります。それではただいまより須賀川市カーボンニュートラル宣言を行います。地球温暖化は人類の生存基盤に関わる深刻な環境問題であり、その原因とされる温室効果ガスの排出量を抑制することは世界共通の課題となっています。産業革命以前と比べ平均気温の上昇を 1.5 度まで抑えるため、2050年までの二酸化炭素の排出実質ゼロに向けた国際的な動きが加速しています。私たちの町須賀川は花と緑に恵まれた美しい自然に抱かれて今日までその恩恵を享受しながら発展してきましたが、異常気象による水害などが短い期間で発生するなど、私たちの身近な生活にも地球温暖化の影響が及んできています。今を生きる私たちは恵み豊かな環境が現在及び将来世代の共有財産であることを深く認識し、将来の世代に継承していく大きな責任があります。本市はこの大きな責任を果たすため、市民事業者が共同しながら2050年二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて脱炭素社会の実現を目指すことを宣言します。それではここで質問に先立ち、市長が宣言書を掲げますので、写真をお撮りになる方は前に出て撮っていただければと思います。
それでは質問に移ります。4番須賀川市カーボンニュートラル宣言についてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。豆田弁護士の服部と申します。よろしくお願いします。カーボンニュートラル宣言に関わるこれらの取り組みについては、県内では初めて、それとも他でもいろいろこう取り組まれている状況なのですかね。それらをもし教えていただければと思います。はい、県内の自治体の中にも、あれですね、もうすでに宣言をされている自治体もあります。で、我々もですね、今回この改めて宣言をさせていただいたわけですけども、先ほどお話したようにこれまでもですね、例えば地球温暖化の対策の実行計画、あるいは市独自のですね、エコ実行プラン等でこれらの取り組みを行ってきているところではありますが、今回改めてですね、この宣言をすることで市民の皆様や事業者の皆様方に広くですね、須賀川市全体として取り組みを進めていくことをご認識を改めていただきながらですね、推進をさらに図っていきたいと考えているところであります。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは続きまして、5番須賀川市立第一中学校屋内運動場について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に第一中学校屋内運動場についてでありますが、令和3年福島県沖地震による被害の大きかった第一中学校屋内運動場についてはコロナ禍による人手や資材不足などの影響を受けたため、当初予算よりも当初の予定よりもですね、工事期間が延長となっておりましたが、今月中旬には工事が完了し、屋内運動場の供用を開始をしたところであります。以上です。それでは質問に移ります。5番第一中学校屋内運動場につきまして、質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして、6番須賀川市ふるさと学生エール便事業について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に須賀川市ふるさと学生エール便事業についてであります。本事業は市内出身で、市外に暮らしている学生等に対し、地元農産品や特産品および市内企業の情報等を同封したエール便を送り、ふるさと須賀川とのつながりを強め、ふるさとの特産品や市内企業を知ることにより地元企業への就職へつなげることを目的とした事業であります。昨年度に引き続き実施することといたしました。詳細は記載の通りであります。以上です。それでは質問に移ります。6番須賀川市ふるさと学生エール便事業につきましてご質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。福島民放の小枝と申します。よろしくお願いします。こちらの事業は昨年度のもからの実施ということで、昨年度の実績といいますか、昨年度どのぐらいの方にこのエールビンの事業が、活用されたのかというのをお伺いできればと思います。経済環境部長です。昨年度は550件、こちらを活用していただきました。ありがとうございます。そして追加でなんですが、すみません、この550人はすみません、どういった属性の方というか、どちらにお住まいの方が多かったとか、
例えば大学生が分かったとか、もしそういうのがあれ分かればお伺いできればと思ったんですが。はい、細かいデータはございませんが、市外の大学生が、一番多かったです。かしこまりました。はい、ありがとうございます。なお、この授業ですが、昨年の際にはですね、やっぱコロナ禍で、学生生活を送るにあたっても大変、困難されているという状況もあったというふうに、感じておりましたので、その学生生活を応援するという意味を込めてスタートしましたけれども、今回においては先ほど申し上げた通り、市内の企業のですね、情報等も提供することで、市内にまた帰ってきていただく、あるいは市内で就職をしていただくこともですね、大いに検討いただけるような情報提供に努めていきたいということで、今回この ALB 事業を継続して行うこととしました。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは続きまして7番その他に移ります。まずはじめにコンビニ交付サービスについて市長から申し上げます。はい、すでに皆さんご承知の通りですね、コンビニエンスストアでマイナンバーカードを使用して証明書を取得できるサービスの中でですね、富士通ジャパン株式会社のシステムを利用している複数の自治体で請求者とは異なる住民の証明書が誤交付されるなどの事案が発生しておりますが、本市もですね、同社のシステムではありますが、障害の発生した自治体とはシステム構成が異なるため誤交付は発生していないと報告を受けております。ただし本市システムのさらなる安全のため5月26日にすでにプレスリリースさせていただいておりますが、6月1日木曜日にシステムを停止し検証作業を実施いたしますので、ご不便をおかけしますがご理解をお願い申し上げます。またマイナンバーと公金受取口座の紐付け手続きについて、支援窓口での人為的なミスによって他人名義の口座が登録される事例が発生していることに伴い、国が総点検を実施しておりますが、本市においては現在のところ発生の報告はありません。市としましては今後も国が示したマニュアル等の遵守について徹底をし、適切な事務手続きに努めてまいります。なお、これら確認につきましては個人でマイナポータルにログインして確認することができますが、市においても窓口において確認作業に対する支援を実施いたします。以上です。それでは質問に移ります。質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。これまでの分も含めてその他ですので、すべてについて質問をお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。福島民謡の千葉と申します。よろしくお願いします。はい、2番の農作物の被害についてだったんですが、今後全あと連携し技術指導などを行うということだったんですが、具体的な、具体的なものでしたり、またあと市町村要望調査だったりっていうのはもう進んでいるのかっていうことの2点をお伺いできればと思います。すみません、もう一回お願いします。すみません、まず具体的な支援策対策っていうことが1点と、あと農家さんたちのこの聞き取り調査っていうのも済んでいるのかっていうところをお聞きできればと思います。はい、
まずこれまでもですね、先ほどお話した通り、この10年の間にもたびたび本市においてはこの逃走害の被害を受けております。特に一昨年の被害状況がですね、過去最高の被害で、今回がそれに次ぐ被害状況にありますので、一昨年の対応の中ではですね、いわゆる受損性回復の肥料の購入費の補助事業であったり、あるいは病害虫防除の薬品のですね、補助であったりというものを県と連携をして取り組んでまいりました。今回についてもそのような状況で対策を講じてまいりたいと思いますし、一昨年においては県を含めてですね、その防走ファンの設置の補助がありましたが、県の方の判断にもよるとは思いますけれども、さらにその今回の被害の中ではですね、防走ファンは一定程度効果を発揮したというふうに、我々も感じておりますし、農家の皆さんも感じておられる方も数多くいらっしゃいますので、そういうものもですね、今後検討されるのではないかなというふうに思います。市の対応として、あるいは対応策としてはですね、できる限り早く判断していくことで、農家の皆さんの営農意欲が持続できるようにですね、しっかり取り組んでまいりたいと。今回においては最も県内でもですね、被害の多く、被害が多く発生している自治体でもありますし、こうして連続してですね、たびたび被害に見舞われているという状況も勘案してですね、しっかりこの対策をですね、講じていきたいと考えております。補足させていただきます。ただいま市長の方から説明がありました。受損性回復肥料購入事業、病害虫防除事業、さらに逃走害発生防止対策事業、こちらにつきましては JA を通じて被害のあった農家の方に要望を取りまとめ現在しております。こちら取りまとめ次第早急に参加し実施に向けて準備したいと考えております。以上であります。ありがとうございました。他にご質問はございませんか。阿武隈地方社の笠井です。よろしくお願いします。完全にその他の話になります。先日なんですが、県職員の贈収賄の関係で市内の建設業者のトップの方が逮捕されるという事案が発生しました。それに対する市長の所管ですとか、あとは市の対応対策、あと今後どのような市としては流れになっていくのかということをちょっとご説明いただければと思います。はい、まず現在、捜査が進められている段階だと思いますので、その内容等について、お話しすることは当然私からはできないわけでありますが、市内の建設業者であるということを踏まえますと、大変遺憾に感じておりますし、あってはならないことが起きてしまっている現状にですね、非常にある意味危機感も感じております。市のいわゆる何て言うんですかね、市内の業者であるだけなく市の事業に対してもですね、取り組んでいただいている事業者でもありますので、それらがですね、すでに受け負っていただいているものに関しては事業をしっかり完了していただかなければならないとは思いますが、今後この事案に対する対策というのは当然市の入札制度の中でですね、適切な対応を取らせていただく考えであります。ただそれだけではなくて、当該事業者の社長については、地域の商工業の代表者であったり、あるいはさまざまな団体の
まちづくりに貢献をいただいてきた方でもあったということも考えますと、それ以外のですね影響というのも少なくはないんだろうとは思いますが、それぞれの団体においてあるいは、最善を尽くしてですね、それら長沼地域等のですね、振興に寄与することの弊害とならないようにですね、市の方としてもしっかりサポートしていかなければならないというふうに考えております。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。